まあ、28までその独立 して観賞業の売買をやるんですけど、うん、失敗を、うん、で、まあ、失敗だけじゃなくて、なんかまあその世界中を回りながらまあセレクトしてっていう、まあ、やるんですけど、言うとですね、またもうめちゃくちゃ儲かってたんですよ。はあ、笑いが止まらないぐらい。それね、まあやっぱり今のビジネスとまたやっぱちょっと桁のちょっとそれは違うんですけども、うん、もう当時としては嘘みたいな。なんですかそれ、あの上下台がすごい安いんですか。いや、もちろんそうで、だからでも僕はだからその一人で動きながらやってたんで、余計な経費もかからないし、うん、その、まあ、ただ当時なんか熱帯魚バブルだったし、そういう方っていうのは他にはあまりいなかったんですか。だから、ね、僕のやり方をやってる人はいなかった。なんみんな日本からそのシッパーにからオーダーリストをもらって、在庫リストをもらって、それでオーダーかけて、あの当時はまだメールもそんななかったんで、ファックスとかでやってて、だけど結局見えない商売なんですよね。僕はもう全部現地に自分で行ってたんで、でそこで信頼関係もできるし、で、まあ、あのでこれは幼少の頃あの養われたものだと思うんです。生き物をずっと見てたから、その生き物がその調子いいか調子悪いかっていうことを見る目が養われてたんですよね。だからその養われてた目で選んだものを届けると状態がいいか、そうか、高く買ったで、まあガンガンの荷物を持ってね、もう成田空港とか自分の荷物を山積みされてるわけです。全然よく分かってないですけど、どういう状態で来るんですか。種類別とかに分けるの。だからそれも海の魚も全部1匹あたり1袋、うん、あ、そういう熱帯魚とかっていうのは大きい袋にバーって金魚とかも入ってるんですけど、はいはいはい、もうそれはもうだから時間手間がかかるんですよ、高いんですよ、はい、だからそういうのがまあ発泡スチロールの中にエアパッキン、水と空気を入れて、温度が変わらない発泡スチロールでね、でそれを段ボールでまたさらに外から巻いてあるから、すごい梱包大変です。そういったものが、まあ、もう飛行機で出すんですよ。だからまあそういうので、まあね、出荷して、で、まあ、日本にいながら、まあ、そういう通年付き合いだったり、もっと抑えてて日本に戻ってきて受け取ったりとかして、まあ、それこそ空港とか全部通関とか切ってね、それでまあ配達とかするんですけど、まあバンって入れたと何百万ないからね、そんなことやってる人が直接買い付けに行ってね。そう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 、だから言うならばもう儲かってましたね、ただ忙しい。もうだからある程度、だからある分野においてはそのある程度のその市場的なものとかを抑えてもらって、もう逆にだから休んでる暇がなくて、まあ、ただ夜遊びもね、だからほらね、夜のクラブ活動は深夜にやってくれる、はい、だから仕事終わった後に遊びに行けるのはクラブ、うん、しかも逆にないっていう空いてるところがそこぐらいしかないんで、だから夜中でもね、当時はね、平日でもいいクラブあったじゃないですか。まあ、ちっちゃい。でもそれこそだから、それこそもう青山とか、その麻布あたりとか、で、ですよ。まあ六本木とかですね。だからまあ夜のクラブ活動ぐらいしかなくて、遊び来て。だからそれこそだからもうね、バリとかのクラブとかね、もしね、ベトナムのクラブとかもう笑っちゃったね。うん、とか、だからそういうこう、東南アジアとかもなんだかよくわかんないクラブとか。とか、まあ、それとか、あとまあマイアミのね、クラブとかすごい行ってました。あのミュージックフェアとかウルトラとかの、そう、あの時期はね、狙って僕ね、必ずね、サウスビーチ行って、うん、もうとかね、赤道近いからね、そう、もう最高だった、あの時のもうサウスビーチはね、もう忘れられない。だからまあ、あのまあそんなことだけはやってましたけど、でまあ28年。秋に、僕ね、6月なんですよ、誕生日、はい、これね、10月生まれの友達2人と飲んだんですよ、はい、そしたらね、気づいたんですよ、そいつらより20代の夏が1回少ないそこ、そう、それで、なんかそこでそういう話になって、はい、じゃあ俺待ってよって、28の夏がもう終わっちゃってて、お前らは10月生まれだから、これからもう一回あるよね、その時期で。夏が忙しかったんですよ、とりわけ。で、海でナンパしたことなかった。忙しいもんね。その話に。しなきゃいけないから。で、一人サーファーで、
よく海ってなんとかしないとか言って、ほんでなんか俺ってそういえば海でなんかしたことなかった。28で、ね、それでね、やばいよね、そのこれ30とか超えて海でねえねえお姉ちゃんお姉ちゃん元気暇って言って、これ30過ぎてナンパとかありえないっていう話になって、ってことは俺に残された20代の夏はあと1回だという話になって、はい、じゃあちょっと来年の夏と俺荷物のバンしてるから連れてってよ、はい、御宿行くと思って、なんか御宿行きたい、マイアミの方がいいですね、なんか分かんないから、とりあえずそういう話になって、それでまあとりあえずだから20代が終わるっていうのに、まあまあまあ気づいたんですよ。でその時になんだかわかんないけど、いても立ってもやらなくなって、そんなにも別に儲かってたし、すっげえ楽しかったし、何一つそのなんか不満もなかったし、だけどなんかね、このままでいいの、なんかそういうなんかよくわかんないんだけど、なんか心の中の自分がなんか自分に語りかけるんですよ。夢だったインターナショナルの暮らしをしながら、しかも大好きな生き物の商売をやっていながら、でセミリタイアをすることも決めたんですよ。早っ、だからその時にだから本当にもう自分がそれセミリタイアをするっていうか、いわゆるし自分が休まず働いてたものを止めるイコール何かさ、市場を手放すってこと。でそれは木村クオリティっていうのは、まあ、そのいわゆる自分がそれだけその現地にまで足を運んだりいろんなことをやって、そのいい状態の魚を手に入れてそれを届けてるから、だから他の同じようなそのいわゆる魚を納める仕事をしてる人が100円で売ってるものを150円で売ってたんですよね。それでも僕のものは状態もいいしきちっとしてるし、あとそれだけの買いだと僕は持ってるから、なかなか手に入らない珍しい魚、その手に入れて届けるってことができる。だから物量と人間関係を構築して、その珍しい魚、なかなか手に入らない、これを手に入れたらへってやったら僕も儲かるし今度お店も儲かるしみたいな、こう魚が処理してて、だ僕はレアな珍しい海洋性の熱帯魚を手に入れるようなところでそれなりのうち君臨してたんですよ。だから動かし続けなきゃいけないんですね。でだけどそういういいもんだから、よそよりも安くするから買ってくださいって言って、高い魚って言ってこれもつけるから、それ手に入るんですか、いやこれ買ってくれたらこれはいいよっていう、であとまあクオリティもいいけど、だからその市場を手放すってことは僕のクオリティじゃなくて安くするから買ってくださいビジネスが維持しちゃうと、もう市場が崩れるんですよ。そうですね、だからそれはもう自分で分かってたし、そんなところに戻れないっていうことは分かってたけど、どうしても辞めたかったんでしょうね。辞めたかったっていうか、一回離れたかったんでしょうね。まあ、その時はそういうふうに決めたわけじゃないけど、その、まあ、自分探しの話じゃないですけど。そうそうそう、もうね、もう誘われるパーティー全部来たし、ね、
もう食事会とか、もう誘う、だから何をやってたかって誘われるものに全部行く、はい、誘われるものに全部行くし、それとあと夢だった赤道直下じゃない国仕事じゃないからね、今度ね。だから初めてその、うん、もうその20代後半だったか30とかにされましたけどに、うん、今やね、もう昔からなんかイタリア通でみたいな顔してますけど、はいはい、もうほんの行ったのそのぐらい、まあはい、もう初めてイタリアとかフランスとか行って、そういう国に対する逆に行けないもんね、仕事では行けなかった国っていう今度は憧れの国だったっていう、だから初めて有り余るお金と時間を、はい、そのもう無造作に使ったんですよ、ね、いやらしい28代最後の男の子だなこれ、そうそうそう、ね、だからまあそのね、もうそういう風にして一番最初何してフェラーリ買いに行ったんですよ、ああもうそこで、あそこで、だからもうまず一番最初にフェラーリ、いやな日本から来たガキだなだからまあそういうこうなんつもう本当にそういうことをして、それは好きなことをしてセミリタイヤするほどの蓄えもあったってことですよ、ありましたね。